こんにちは、カルデアの方。ご機嫌いかがですか私はアルターエゴ・カズラトロップ。召喚の声が聞こえたので、急いでやってきてしまいました。あまり強くはない私ですが、諦めず誠実に、大切に育ててくださいますか 天真爛漫純真停止全時空の素敵なマスターさんお待たせしましたー次世代のハイパー AI!BB に代わる月の女王アルターエゴカズラトラップラブコールに応えて、ここに登場ですイエーイって。で ちょっと待ってください。ここ BB がいたりしますくふん。<laughs> 慈愛のアルターエゴカズラトロップ。召喚に応じ参上しました。至らぬ身ではありますが、どうぞよろしくお願いします。ミッションですね。毎日ご苦労様です。 もちろんおともします。頑張ってる姿を見るの好きなんです。主従関係をどう思うかですかもちろん重視します。私は規則規律を重んじるアルターエゴですから。マスターの命令お待ちしていますね。 マスターとの関係もちろん良好ですこの契約終わっちゃうのは嫌だなぁ BB ですか完全な AI になるために感情を切り捨てたのに結局ダメなところは全て戻ってしまいましたね。 愛を捨てない限り AI は完全にはなれないといういいサンプルケースです。BB はダメダメな AI ですけど、BB ドバイは評価しています。というか、同情しています。よりにもよって BB をコピーしようなんて、あの世界の人類は何を考えていたんでしょう。 まあ、結果的には最適解だったわけですけど。パッションリップ40点。スキルスペックは高いんですけど、思考が単純で選択処理も遅いので活かしきれていません。攻撃力だけなら桜ブで一番のはずなんですが。性格は割と好きですよ。 いじめたくなります。メルトリリス、20点。リップの逆ですね。スキルも思考も優れているのに、性格で全てを台無しにしているサクラファイブです。自分の趣味を最優先するとか、AI としてあるまじき行動原理です。 スキルは割と好きですよ。他人の長所を奪うのは効率がいいと思います。キングプロテア60点。かなり評価高いです。制圧が目的ならスキルも性格もシンプルな方がいいですから。うどんそうに見えますがあれだけ大きいのですから当然です。 演算機能だけなら桜5の中で一番でしょうデザインは割と好きですよ緑が多いですからでもちょっと属性方ですね白野さん見つけたあお怯えてます大丈夫私も心を入れ替えたので スロット式で以前のような集態は晒しません。やっぱり遊戯はどちらも楽しいものでないと。そういうわけですので、この死んだら蘇るけど経験値はドロップしてしまうダークメルヘンなボードゲームにご招待 ああ、もう、ポールバニーンさんとは同じパーティーにしないでください。何もかも逆なので、コンプレックスが爆発します。でも、スーパーの方は私好みです。あの空回りっぷり、全力で押せます。ナーサリーライムさんと仲はいいのか、ですか もちろん、仲良しです。西洋の童話、子供たちの味方、夢のゆりかご。不思議で奇妙で残酷で、話をすればするほど創作意欲が湧いてきます。いずれ合作しますので、期待していてくださいね。いるじゃないですか。 カルデアにもマジシャンがしかも、ショービズスタイルのプロフェッショナルコルデイさんとおっしゃるんですねぜひ、マジックについて語り合いましょう私、人体消失や箱詰めが得意分野ですただ、カードは苦手なので。ぜひ、 王道のカードマジックを見せてくださいね好きなものは、頑張っている人ですね元気を分けてもらえるし、何より応援しがいがありますから嫌いなものですか初めから何でもできちゃう人とか、当たり前のように強い生き物とかですね。 わからせたくてたまりません。聖杯があるんですかうん。私は結構なので、他の方に使ってあげてください。欲しいものもないし、強くなりたい夢もないので。イベント開催中マスターさんの右往左往するところ。 大好きです。ここがマスターさんのお部屋ですかうーん、なんでしょう。思っていたよりむい,いえ、なんでもありません。ご安心を。私はちっとも気にしません。平凡なのも個性ですから。変にカリスマ溢れる人間より、 何倍も私好みです。今更ですが、私たち桜ファイブは、BB が不要なものとして切り捨てた感情から生まれたものです。失礼しちゃいますよね。だから私たちの誰からも嫌われているんです。あの女。ああ。私は慈愛のアルターエゴです。 どんな人間も分け隔てなく慈しむ特性を持っています。そう、平等に。相手がどんな人間でも態度は変えないのです。私に含まれたエッセンスですかビクシーとムリアンです。どっちも可愛らしい妖精ですよね。では、この話はここまでに。 何ですか他にはいません。いませんよ。んー<う>。嫌がってるってわかりませんかあんまりしつこいと本当に踏みつけますよ。今日も真面目に仕事をこなしていますね、マスター。偉い偉いっていうか、 それしか取り柄がないんだから当然ですよね。セミみたいに一生懸命で可愛いです。一生そうやってしがみついていてくださいね。もう野蛮なのはいけません。反省してもらうしかありませんね。うっはっ、強そうな方がたくさん。いたぶり。いえ。 改心してくれる方がいればいいのですが。戦闘ですね。分け隔てのない慈愛、お見せします。狙いを定めて。えい、え、ほんの小さな人を敷いて。お友達が欲しいんですね。月のかけらを集めるように。いつか私も、こんな風に。 風流、風流。あっち、見ていてくれますちゃんとできます。<laughs> 優しいんですね。お、も、ちゃ、確定楽しい時間を始めましょう。反省しても、後の祭り。秘密の箱、ですね。パズル、完成です。 よ、いや、それ目の錯覚だといいですね舞踊なら私だって。行きますたぅー新しいお召し物さらわれてください。カズラちゃんぴーむですこういうのどうかと思いますけど、綺麗でしょ ウフフフフ。1>, <laughs> 1、2の、3。お先に失礼します。動いていいと言いましたカメはこうやってった。繊維の海に落ちてくださるフッ。<laughs> 着物の染みになっちゃえ。折りたたんでしまってあげます。 ここまでも広がる世界にようこそ小さくなった気分はどうですなーんて虫ケらの気持ちとかどうでもいっかここが皆さんの終点です妖精すがらく虫かご遊戯あなたたちが縮んでいくほど私の世界は広がっていくほーらほら早く逃げないとノロマの虫は潰しちゃうぞ 弱いからと侮りましたね。私が大きいのではありません。あなたたちが小さいんです。一匹残らず私のおもちゃ。泣いても元には戻れませんよ。その程度っあ、はあ、まったく。対等な立場の戦闘って、やっぱり野蛮ですね。うう ここまでなんて。私にもっと力があれば。はい、おしまい。だーれもいなくなったでしょああ、物足りない。お遊戯なんですから、もっとはむかってもらわないと。っ <laughs>。哀れな最後でかわいそう。だーれにも見えなくなっちゃうなんて。 レベルアップです。少しずつ成長していきますね。うーん。この種火、あまり趣味じゃないんですよね。味が単純で、可愛くもありません。いいんですか私を育てちゃって。 どうなっても知りませんよ他のサクラファイブに水着があって私にないのはおかしいと思いますなのではい待望のサマーウェアに変身しました私にふさわしい 完璧で、最高な夏の思い出を作っちゃいます分かってますマスターの責任、果たしてくださいねお任せください夏ですものね本気を出しましょうたまには策略なしで、心の底からバカンスを カズラドロップ、張り切ります。準備体操は済ませました。さあ、カズラちゃんの華麗なスイムの時間です。出発楽しいですね甘い雨ですよスイーツタイム応援してくださいね。完成まであと少し。 びたしですねもう <laughs> マスターあったらクロールくらいできますよーだお掃除の時間ですね他の人には内緒ですよ虫眼鏡虫眼鏡ロケットスライダーいきまーす 運試し、します花よりダイス、ですねバナナソーダ太陽に届けえ嘘おっと、危ない突撃しますロックオン、ゴー種も仕掛けも、この通り手のひらにすっぽりです 最後の一振り。よーいつムーあがりですカズラちゃん1位でフィニッシュセンキューフォープレイング子供のくせにだなんて。分かってないのはどっちですかもっともーっと小さくなーれカリトラップファニームリアンこういうおもちゃが欲しかったんです おバカで可愛いあなたたちのことですよ。じゃ、まずは全身冷やそっかおっきな私で遭難しちゃえ鬼ごっこのつもりですかそんな大きさで逃げられるわけないじゃないですか。運が良ければ助かりますよ。次はもっと頑張ってねキャーふふっ。<laughs> 枯れ切ってしまいました。振り出しに戻る、ですね。バナナボートに穴が大変直してきますどんなに小さな水たまりでも、虫にとっては大会です。理解していただけました水遊び、最高でしたね、マスター次は、えー、っと、そうアイスクリーム、食べに行きましょう 金魚すくいのように、そーっと。ふふっ、まだまだ楽しめそう。そう簡単に楽になれると思いましたもっとゆっくりでいいですよ。解消なしのマスターでも、カツラちゃん気にしませんので。だから、 レベルアップはしたくないんですー乙女心わかってください。うーん、植物じゃないんですから、もっといろんなものをください。種火を与えれば育つと思ってますね育ちますけど あまた霊気再臨させてもうもうちょっとこのままでいいと思いますハワイ行きましょう でも子供ではいられませんからね観念して本気の姿に戻りましたあれあれ私のことだからとっても悪くてとっても大きな姿になると思いましたか私はずっとこの姿ですただ一人和風の桜ファイブであることは 私のひそかな誇りなんです日本の妖怪がサーバントになる例もあるんですねその中でもお酒部姫さんは大のゲーム好きとかモスターさんとはあだ名で呼び合う仲なんですよね室内に出てくる妖怪 今度お邪魔してみようっとはい鈴鹿御前さんとはちょっとした縁がありますよ今でこそ JK を謳歌していますがあの方も天魔の姫割とラスボス気質なので一度手を組んだことがあるんです ギブアンド・テイクの関係だったので、恨まれてはいないと思いますけど、ちょっと心配になってきました。お茶受けを持って挨拶に行きますか。キングプロテアオルタ20点。プロテアの長所をことごとく潰しています。 まさかメルトリリスを上回るそっち系がいるとは思いもよりませんでした。そっち系とは何だ、ですか邪悪なくせに味方になったり、人間嫌いのくせに人間を守ったりする、いわゆるツンナントカ系です。二律廃藩を武器にするとか、ほんと、恥ずかしくないんでしょうか そういうのは一人で十分なんですよーだ。えあの人、ビーストだったんですかそっかー。あっさり殺したから知りませんでした。どこまでも公約に自分だけを喜ばそうとするからそうなるんです。まあ。 私だって桜ファイブですから、理想の王子様には憧れますよ。妖精王なんてもう単語だけで暗密三杯はいけます。実際の妖精王に会うまでは、ですけど。本当のことは何も言わないくせに言葉巧みに会う人会う人救っていって。でも、 本当の悩みは完全する究極の人たらしですよ、あれ。ああいう人こそ、虫かごに閉じ込めておくべきです私の宝具ですが、あれはムーンセルを使用した仮想演算です。私が桜ファイブを吸収しようとするのは、自分が欠けているとわかっているから。 BB と他の桜ファイブを吸収すれば完全な自分になれると信じたんです。でも、BB と姉妹たちを吸収したら、負荷で自滅しちゃいました。えへっなので、BB だけのけものにしてるんです。もう食べすぎ、取りすぎ、欲出しすぎ、なんてことはしません。 かわいい、賢い、か弱いカズラちゃん。ですので。絆が深まるとか言いますけど。私にそういうのありませんよ。最初から最後まで、どんなに時間と経験を重ねても、私の根底は変わりません。だから、絆なんて低い方が良かったんですよ。本当に。 低いままなら嫌われて当然で、傷つくこともないでしょとんでもないのがいるわね。私が言うのもなんだけど、カズラの人間嫌いは半端じゃないわよ。幼い外見に惑わされないことね。カズラドロップは怖いけど、私はそこまで嫌いになれないんです。 私は愛した人への憎しみに囚われてしまったけど、あの子は何をされても人を愛することができないから。カズラトロップが相手なら、どうなるのかな。カズラは一番弱いから簡単に踏みぶせるはずなんだけど、 あの子は、得体の知れないエゴだから。潔癖症であるがゆえに、不完全な人間から生まれた事実が気持ち悪い。カズラドロップは、BB に根付いた自己嫌悪を、最も強く受け継いだエゴです。彼女の抱く矛盾は、申し訳ないとは思いますが、あの子、 弱い者いじめをするとき結構楽しんでますよね。まったく誰に似たのだか。BB という人類保護 AI から生まれたアルターへも、サクラファイブでしたか他の方は結局人類ラブ側なので敵でしかありませんが、カズラドロップさんは まあ、見どころがあると申しますが、週一でよければ相談相手になってあげないことも、ありません、わよ。BB が切り離したアルターエゴ、サクラファイブ。その中で唯一、私が取り込めなかったエゴが、彼女です。見ればなかなかのイデススキルをお持ちのようで。 私のものにできなかったのが悔やまれますあのスキルがあればもっとたくさんの楽しくて恐ろしい人虫すごろくができましたのにねこの姿の私に見つかるなんて日頃からよっぽど運がないんですね不完全な存在は目に余ります スペースの無駄だってわかりませんか大きな口は今のうちに叩いておくといいですよ。すぐに小さく、小さーくなりますから。お気に入り、キーめたっと元気いっぱいですね。お友達が欲しいんですね。月のかけらを集めるように。いつか私も、こんな風に。 風流、風流。あっち、見ていてくれますちゃーんとできます。<laughs> 優しいんですね。誰も見たことのない世界に。カズラチャレンジですね。いずれはあなたも。ふふふ。秘密の箱、ですね。パズル完成です。 それ目の錯覚だといいですね舞踊なら私だって、行きますたー新しいお召し物さらわれてください。かずらちゃんピーヌですこういうのどうかと思いますけど、綺麗でしょうふふふ。<laughs> 一、二の三。お先に失礼します。動いていいと言いました亀はこうやってった。繊維の海に落ちてくださる <laughs> 着物の染みになっちゃえ。折りたたんでしまってあげます。逆説融合。欠片を集めて、さは蝶に変身する。 お待たせ、モスターこれが私の究極体アトムミクロス・ムリアーフット目障りな敵は本当に見えなくしちゃうぞ甘く見ないで、大人になれば BB だって超えられます。もう誰にも邪魔はさせない指は乱に、私の知恵は世界を隠す。原始国まで落ちてみます 空間ごとミクロの世界に変えてあげます。どんなに強い相手でも私の前ではこの通り。人呼んで、ネペンティスマジックショー。どこに消えたかは私もちょっとわかりません。顕微鏡でも見えない大きさに変えられると思うできちゃうんだなこれが。さあ、光より早く、アトムミクロス無理アンフッ 足を洗っても許しません。遠くのものは小さく見える。なら、小さなものは遠くにあるってことですよね。原子核まで小さくなーれ私の手のひらがあなたにとっての地球です私は負けないいせいぜい勝ち誇ってください。 この恨み、あとで十倍。い,いえ、百倍にしてお返しします。ふん。血を舐めるのは慣れていますので、気にしないでいいです。それより、危なくなる前に逃げてくださいね。綺麗な花には棘がある、と言うでしょうあ私の場合は罠でしたね。<laughs> 必要なだけの栄養はいただきました。次はもう少しいじめ買いのある相手を用意してくださいね。いけない。着物にゴミがついちゃいました。はーい。ぱっ、ぱっ。一体何百メートルの落下になるかなーレベルアップです。ここまで来たら。 責任もって育てきってくださいね大切なのはスキルの方なのでそちらの方よろしくお願いしまーすこのやり取りも時期おしまいですねマスターの。<laughs> 本当にレベルアップさせていいのかなみたいな不安顔好きなんだけどなーなーんてやっぱり夏が一番です華麗な着物も大好きですが この開放感には勝てませんえ写真撮ってくれるんですかそれじゃあ。はいチーズ <laughs> 楽しい <laughs> はぁ、あ。こんな夏があと少し続いてくれると嬉しいです。広い空。 青い海、眩しい太陽。あと、あくまでおまけですが、笑顔のマスター。あんまりにも鮮やかすぎて、つまらない悩みも消えてなくなる気がするから。 Yeah. Mm -hmm. しゃいゃませ臨時ショップカルデアンテイにようこそ集めたリソースはここで交換しますからくじけずゲームを進めてくださいよっとゲームマスターさっそう登場たまには同じ目線でコミュニケーションをしてあげます 上から見ているだけではわからないこともありますから。どうぞ、こちらをお受け取りください。労働にはふさわしい報酬を。たくさん用意した会がありました。はい。いつもありがとうございます。このリソースを使って、もっとゲーム版を極悪に改良しますね。 商売形式である以上、人気商品からなくなっていくものですが、売れ残りの子を見ると悲しくなってしまいます。寂しいので、できるだけ早く迎えに来てあげてくださいね。